聞こえてないと思う。する可能性もあったりして、エンジン始動するときに消火器持って待ってるような状態だったんですが、まあ、最近はもうほとんど本物のジェットエンジンと同じように、燃料も本物のジェットエンジンと同じようになったと思うんですね。昔はもう直接するとね、消火器も駆けつけたんですけどね、まあ、そういう意味で、まあ、燃料代も安くはなったわけですね。まあ、非常にまあスピードがまあありますから、多分は墜落するとですね、まあ、危険ではあるんですね。Right.